来た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 よ来たよマジでマジで来たよ逆王手最高やね中山ライトほんまに最高やったと思う。マジでナイスバッティングやったし、まあ今日振り返ってみると本当に守備の硬さっていうのがもうマジですごくて、本当にね途中から出たマッスーもそうやし、本当にもう門脇選手もそうやけども、ちょっとね本当にね感動して泣きそうになりましたわ。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください、よろしくお願いします。はい、今日はですね先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズの試合解説やっていきたいと思います。はい、もうね逆王手したんですね。本当に3連敗した時はもうどうなるかと、もう4連敗して終われちゃうかっていう風に正直思ったこともあったんですけど、やはりね勝ち切ってやっぱり勢い乗ってきたなっていうのはマジであるんですよ。僕言ったじゃないですか、だから言ったでしょ、この勝ち方マジで流れ来るぜって言って、本当にね、初めてのホームランだと思うんです、中山ライト選手もね。でこの CS で、この緊迫した場面で 1-0 で、勝ってね、そういう本当に、安倍監督もおっしゃってましたけども、これが野球やと、ここで飛び出すんが野球やと、こういうホームランとかね、そういうミラクルが起きるのが本当に野球やなっていうふうに改めて思いましたし、やっぱり野球好きやなって、やっぱりこういうのが起きるからね、うん、ジャイアンツ好きやなって本当に改めて思いましたし、本当にこの流れっていうのは明日ね、どちらのチームも総力戦になると思うんですけど、ジャイアンツにやっぱりこう流れが来てるんちゃうかなっていうふうにね、本当に改めて思います。はい、てな感じで、今日の動画の構成、発表していきますけども、まず、得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきまして、で最後に僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、面白く配球チャートも使いながらねちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあですね早速得点シーンね振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、ちょっと画像を出しながら一緒に見ていきましょう。はい、まず今日はですね1対0というところで、まあ、ジャイアンツが勝利したというところです。よいしょよいしょ、本当によいしょですよ、本当によいしょ、うん。でこれ見てもらったら分かる通りね、まあ、ヒットの数見てください、うん、7本と3本なんよ、ジャイアンツの少ないのよ、でもそれでも勝つのよ、それでも勝つのが野球なんよ結局ね、うん。まあ打てないよ、ジャイアンツ打ててないよ、全然打ててないけど、でもやっぱりそれでも勝てるっていうのが野球の面白さっていうところもあると思うので、まあ非常にね、ナイスゲームだったなと思います。まあ得点シーンはね、まあこの5回裏のまあ先頭ノーアウトランナーなしで中山選手のホームラン、これだけです。はい、これだけ。はい、まあね、ちょっとインコースの球やったかな、ちょっと畳みながらねガチンと打って、で打撃はずっと好調でしたからね、うん、まあちょっとまだあんまり結果出てない、ヒット1本かな、ヒット1本しかまだ中山選手打ってなくて、ああどうかなっていう風なところはありましたけども、まあ内容なんか見てて別にそんなに悪いとは思ってなかったので、そういったところでのこのホームランっていうところがまあすごく感動的というか、まあドラマティックというかね、劇的ですよね、本当に素晴らしいなと思いました。まあこういうね、0-0 の試合展開っていうのは結構このホームランで雰囲気が変わったりとか、まあ試合展開が変わったりするってことはまあいつもよくあることなんですけど、まあそれがね、中山選手が打ってくれるっていうところもね、含めて非常に素晴らしい、試合だったんじゃないかなと僕思います。はい、じゃあですね次ですね、スタメンの変更で見ていきたいと思うので、僕の顔あたりですねちょっと画像を出しながら一緒に見ていきましょう。はい、まずホーム側のジャイアンツから見ていきたいんですが、ジャイアンツね初めてこのシリーズ初めて、スタメンの変更ってありません。はい、固定しました、初めてね。はい、でピッチャーの井上投手から今日は山崎伊織投手に変わっただけで、前日とのスタメンは変更点はありません。はい、そういったところでまあ非常に、まあ DeNA ずっとねこうスタメンを固定し続けてきたっていうのがありますし、ジャイアンツもようやくこう、一番最適なね最適解な、まあオーダーが見つかったんじゃないかなというふうに思います。で対する DeNA ですけども、 DeNA も変わってません。
変わったのはピッチャーがジャクソンから浜口投手になっただけで、その他の打順とかは何も変わってません。はい。そういったところで、まあ非常に、今日は山崎伊織投手がね、まあどういうピッチングをするのか、まあ今季3勝0敗というところですけども、DeNA に対してね、3勝0敗ですけども、まあその CS、まあどうなるかわからないというところがありますから、明日に望みをつなげられるのかという、そのピッチングができるのかというところにね、非常に注目をしておりました。はい、そんな感じで、こっからですね、僕が気になったところになってるか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、面白く、できるだけね、噛み砕いて、配球チャートなんかも使いながらね、発表していきたい、お話していきたいと思います。はい、まずですね、一回表見ていきましょうか。やっぱりピッチャーっていうのは立ち上がりが難しいんですね。はい、その中で、山崎伊織投手の立ち上がりですけども、はい、ワンアウトから牧選手にセンター前ヒット打たれますと、ストレートをカチンと打たれますと、で、佐野選手は三振取ったのものの、ツーアウト一塁でオースティンにまたストレートをね、センター前ヒットに打たれますと。まあ、牧選手と同じようなヒットを打たれるんですね。で、ここでツーアウト一、二塁で宮崎選手、まあ、非常にいい打者ですけども、ここをまあ、ピッチャーゴロに打ち取れたっていうところは非常に良かったですよね。最後、シュートを投げ込んで、詰まらしてね、まあ、ピッチャーゴロにできたっていうのは、非常に、まあ、立ち上がりね、ピンチを迎えたものの、抑えれたっていうのは非常に良かったと思います。はい、で、2回裏。はい、チャンスありました、ジャイアンツね。ワンアウトから坂本選手のフォアボール。はい。で、ワンアウト1塁。今日ホームラン打ちました、中山選手が、まあ、ランナー1塁いるんで、引っ張りに行きますと。引っ張りに行ったんですけども、まあ、ファールと空振りというところで追い込まれてしまいました。ツーストライクにね。なんですけども、3球目のね、フォークボールをちょっと高めに浮いてきて、それをね、しっかりコンタクトしてライト前ヒット。非常に素晴らしいと思います。引っ張れてね、非常に素晴らしい。で、ワンアウト1、2塁で、これ岸田選手、空振り三振してしまうんですけども、まあ次のバッターが山崎伊織投手なんでね、まあできるだけ、岸田選手で、決めてほしいっていうところがあるんですが、ここをね、まあチェンジアップで最後三振してしまうと。うん。で、2アウト1、2塁で山崎選手も空振り三振っていうところで、まあこれがチャンス作るものの点が入らないというところですね。で、これ3回表、見ていきましょうか。これで、まあピンチをダブルプレーで、切ったっていう場面なんですけど、まあ、これね、先頭の浜口選手にヒット打たれるんですね。ちょっとこれ打球が速い感じでレフト前打たれるんですけど、まあ、坂本選手のグラブの下を抜いていくようなね、形で、まあ、記録はヒットですけども、坂本さんからしたら多分、ああ、やってしまったというかね、ああ、俺がエラーしてしまったっていうふうにね、思ってるんじゃないかなと思います。で、ここでノーアウト一塁、梶原選手、ライト前ヒット打たれるんですね、繋がれるんですよね。で、ここでノーアウト1、2塁で牧選手。あ、やばいなっていうところあったんですけども、ここセンターフライ。うん。フォークボールでファール。で、スライダーで、センターフライなんですけど、このスライダーのコースが良かったですね。うん。非常にストライクからボールになるぐらいのボールで、まあ、牧選手も別に、そんな振りに行く必要はなかったのかもしれないですけども、そこを振ってくれてですね。まあ、やっぱりコースがある程度やっぱりきっちり投げれてるんで、まあ、センターフライに打ち取るなっていうところですね。で、ここ、ワンアウト1、2塁で佐野選手。まあ、前日までに3つゲッツー打ってると思うんですよね。このシリーズでね、ファイナルで。で、ここでもゲッツー打ってくれるんですよ。で、2ボールになって、ちょっとやばいなっていうところから 3-2 まで持ってて、最後、フォークボールを、泳がせてね、6-4-3 のダブルプレイ。ここめちゃくちゃでかかったと思います。非常にめちゃくちゃでかかったですよね。はい。いいコントロールだったなと思います。で、非常にいい守備ね、今日めちゃくちゃありました。随所にありました。4回表、まあ、2アウトから桑原選手が、レフトフライを打つんですけども、これ、オコエ選手がね、左中間寄りの打球をですね、まあ、しっかりスライディングしてキャッチするっていうところで、非常に、もしこれがね、抜け出たりとかしてたら、ランナー2塁からスタートだったりするんですけど、ここをしっかりアウト取れたっていうのは非常に大きかったなと思います。で、ここですよね。これ5回裏ね。ピッチャーね。山崎投手に変わりますと。うん。で、ここで先頭の中山選手がホームラン。うん。スプリットでボール。で、次のストレート。アウトコース構えだったんですけども、インサイドに入ってきたボールを腕畳んでホームランっていうところで、まあ非常にスタンドの中段までね、飛んでましたし、非常にね、素晴らしいホームランだったなと思います。ここでこれが出るかっていうところで、ね。うん。まあもう、そろそろ、まあ 0-0 で行ってて、まあ試合が動きそうだなっていうところね。まあこの回からピッチャーもね、浜口投手から山崎投手に変わってるわけなんで、こういう系統をしてる時ってやっぱりこう流れが変わりやすかったりするんですけども、
そろそろ誰かが打つかなと思ってたところで、これ中山選手のホームランね、非常に素晴らしかったなと思います。はい、で6回表ですね、やっぱりこう今までのジャイアンツね、このシリーズね、特に点取った後にすぐ取られるっていうところがよくあると思うんです。でその中で6回表ね、やっぱり2番3番4番っていうね、DeNA からしたら非常に高打順なんですね。でここで山崎伊織投手が踏ん張れるかどうかっていうところだったんです。なんですけども、しっかり踏ん張ったんですよね。牧選手をレフトフライで、佐野選手をショートゴロで、オースティンを、空振り三振、ここしっかりね、あの最後スライダーもねしっかり投げ切れてたんでね、非常にやっぱり点取った後のイニングっていうのは非常に重要ですし、特に打順もね、 DeNA の打順が良かったです。めぐりが良かったですし、でオースティンもね結構こうホームランね、率は低いだけどもホームラン打ってるっていうのがあるんで、非常にね、怖い打者ではあるんですけども、しっかり投げ切ってね最後空振り三振取れた、三者表に打ち取れたっていうのは非常にねここ大きかったと思います。はい、でここを見ていきましょうか。7回表非常にビッグプレーが飛び出したイニングなんですけども、これワンアウトから桑原選手がですね、レフトへの三塁打を打つんですね。で、先ほど桑原選手の打球をまあファインプレーしてるわけですよ、オコエ選手がね。なんですが、この場面でワンアウトランナーなしという場面で、別にヒットだったら全然 OK なんですね。うん。で飛び込んだとしても体に当てて、前に転がるんだったら全然いいんですけど、オコエ選手がまあ後逸してしまう、後逸してしまうんですね、後逸。でこれは。まあ、取れると思って多分行ったと思うんですけど、まあ、映像を見た限りでは、ちょっとね、まあ、多分飛び込んでも多分取れないなっていうね、ノーバンでは取れないなっていうような打球だったんで、ちょっと打球判断を見捨てしまったんですね。うん。さっきファインプレーしてるっていうのもあるから、ちょっとね、やっぱりね、勘が鈍ったと思う。勘というか判断が鈍ったと思うんですね。で、その中で、まあ、三塁打になってしまうと。まあ、ここ絶対絶命ですよね。まあ、言ったら、オコエ選手のミスですよね。で、ここでワンアウト三塁で、ピッチャー、ここで高梨さんにスイッチするんですね。で森選手をショートゴロに打ち取ったわけですけども、その前進守備をしている中でのこの門脇選手のプレーね、正味えぐいね、えぐいスーパープレーやね。うん、めちゃくちゃ打球速かったんですよ。でそれをグラブを下から上に使って、しっかりね打球を吸収というかキャッチして、で送球もねしっかり慌てずに投げて、で三塁側に多少それたんですけども、タッチしやすいんですね。三塁側にそれた場合はね、タッチしやすいと。これがもし一塁側に送球がそれてたとしたら、多分セーフなってるんですね。だからこの門脇選手のこのプレーっていうのは、本気で、マジでホームラン一本分ぐらいの価値ありますね。はっきり言って、めちゃくちゃナイスプレーですね。もう普通の選手だったらできないですね。だからそれぐらいのプレーだったんですね。うん。非常に素晴らしい。今日はこれで勝ったみたいなところあります、正直。はい。で、ツーアウト一塁から戸柱選手の打席だったんですけども、ここで1球目、スライダーを要求したんですけども、そこでスチールをかけてくるんですね。うん。なんですけども、岸田選手がもう、捕球をする前にこうね、動き出しながら取って投げて、で、ストライク送球でこれね、ランナーを封じるというところで、このね、7回表の、この一連の守備、門脇とこの岸田の守備っていうのは非常に素晴らしいね。もう今年の阿部ジャイアンツを象徴するようなプレーですね。これ二つともね。はい。素晴らしいですね。はい。で、これ8回表見ていきましょうか。これ8回表、これバルノナウト出てきて、で、これ、先頭戸柱選手にライト前ヒット打たれるんですね。で、ここで、代打、海老名選手出てきますと、ノーアウト一塁で。で、ここでバントしてくるんですよ。なんですけども、ここね、スーパープレイまた出るんですね。うん。で、サードね、途中から入ってる増田大輝選手が入ってるんですよ。うん。で、バントの構えしてるでしょ。で、まあ、ジャイアンツって、いろいろ、まあ、サインがあるんですけど、まあ、50%、100% とか、全部とか、なんかいろいろあるんですよ。で、これで、サード側だけめちゃくちゃチャージするっていうサインもあるんですよ。僕がいた時はあったんですけど、そのサード側めちゃくちゃダッシュするっていう、チャージするっていうサインが出てて、で、それで、もう海老名選手がバンって構えるでしょ。で、ピッチャーがこう投げ始める頃にバーンって出るんですよ。チャージするんですよ。バーって。で、それでそのバント、ピッチャー前ぐらいに行ったんですけど、増田選手が取って、ランニングスローというか、バーンスローして、で、その送球もしっかり行ってて、で、門脇選手からファーストへの送球もめちゃくちゃ速いボール行って、で、これゲッツー取るんですね。で、これは、もうスーパープレイですね。僕今日何回スーパープレイって言ってるかわかんないですけど、
これめちゃくちゃでかいプレーですね。さっきの門脇選手のホームでアウトしたやつもそうですけども、ここでもしバント送られてて、ワンアウト二塁で梶原選手がなってくると、上位打線ってなってくると、話変わってくるじゃないですか。で、ここで、海老名選手のバントも悪くなかったんですよ。悪くなかったけど、これをゲッツーに取れたっていうのは、もう、今日門脇、増田大輝、この二人、まあ、中山ライト、この三人で勝ったみたいなところあります。と、山崎よりね、もうこの四人で勝ったみたいな。本当にね、マジで素晴らしいプレーやし、で、途中から出ててね、ダイソーでもそうですけど、このプレーっていうのは本当にね、入りが素晴らしいというか、準備が素晴らしいからなんですね。うん、だからやっぱりこういうね、いつもスタメンで出てる選手ではないんですけど、こういう短期決戦とか特にね、こういうその途中から出ていく選手、途中から出ていく選手の役割みたいなところってめちゃくちゃ大事なんで、今日は本当にね、改めてね、本当にマジでまっすーすごいなって思いました、本当に。はい。で、最後9回表ね、まあ大勢出てくるわけですけど、で、この先頭のこの牧選手のサードゴロもね、これまっすーのこれファインプレーなんですよ。これね、サードが取ってなかったら、ショート門脇選手でしょ。でもそれでも多分、一塁セーフだと思うんですよ。だけどこれをサードのまっすーが取ってない、ランニングスローすると、ジャンピングスローか、しながらね、これアウト取れたっていうのもね、マジででかいっすよ。これ、このプレーマジででかいっすよ、本当に。で、佐野選手にデッドボール当てちゃうと。で、ピンチランナー上里選手ね。で、ワンアウト一塁でオースティンもフォアボール出してあると。で、ワンアウト一二塁でこれ宮崎選手にこれ絶対絶命な場面を、これちょっと重要なんで、配球チャート見ていきたいんですけど、マジでこれね、マジでやばいんですよ、正直ね。大勢もちょっとこうフォーク引っかかってるし、うん。で、まっすぐはね、力はあるんだけど、ちょっと不安定やなって、やっぱり3連投してるから、やっぱ疲れあるなっていうところあるんですよね。で、その中で、ストレート、ストライク。もうど真ん中でストライクっすわ。で、フォーク空振り。で、フォークでファール。で、ストレートでファール。で、フォークで、これね、5球目のフォーク、真ん中高めぐらい行ったんですよ。で、これをファールにしてくれたっていうのはマジででかかったっすよね。で、最後、フォークボール。ちょっと、スライダー回転しながら、スライダーしながら、フォーク投げて、最後、空振り三振っていうところで、ここでね、マジでね、しっかりフォークを連投して投げ切れたっていうのは非常に素晴らしいと思うし、この5球目フォーク浮いたんだけど、最後ね、修正してしっかり低めに落とせたっていうのは、これ大勢投手ね、素晴らしかったなと思います。で、最後、筒香選手出てきまして、で、これね、センターフライ打ち取って、まあ最後勝ったわけですけど、ほんと素晴らしいね。素晴らしい試合。まあ結局ヒットとか少ないし、打ててないしね。まあ課題はたくさんあるっちゃあるんだけど、でも今日のその守備とかね、見てると、やっぱ阿部ジャイアンツが今年1年間、まあどういう野球をしてきたかっていうところと、どういうのを、どういう勝ち方をしてきたっていうのが全て見えたような試合でした。はい。本当に、まあ、吉川選手もいなかったりとか、まあいろいろありますけど、でもまあその、本当に全員野球でね、本当にこう、途中から行く人、スタメンで出る人、いろんな役割の人いますけど、もう個々がね、しっかりとその自分のやるべき、その、なんていうんだろう、役割をね、果たして、本当にまあ、ヒット数では下回ってたかもしれないけども、でも試合には勝つっていうね、本当にこう、相手からしたら、なんで勝てないんだというかね、なんでこれ、あと1点が遠いんだ、みたいな感じで思ってたと思うし、まあそれが阿部ジャイアンツの野球かなと、今年の野球かなというふうに思うので、非常に、らしさが出た、いい試合だったんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで今日逆王手を決めまして、明日ね、戸郷投手で、まあ総力戦、どちらのチームも総力戦だと思うんですけども、まあそこでね、最後勝ち取って、うん、最後ね、ほんと日本シリーズ行って、ソフトバンクとやりましょうや。ね、もうずっと負けてるわけなんで、日本シリーズでね、もうぶっ叩きましょう。本当に、マジで頑張りましょう。明日もね、ぜひね、試合解説もやりますし、ぜひ皆さんね、ジャイアンツ応援してあげてください。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。